in the blue corner, Jun Senka, Hiroto Kishida. In the red corner, Alma Fight Gym Homies, Kai Takasugi. さあ続きまして第5試合もうサクサク進みますね。そうですね、サクサク来てます、ね、はい、さあここからは、先ほどの、キッズの試合から打って変わってアダルトの試合、はい、アダルト紫帯ライトフェザー級ですね。高杉選手対、岸田選手、岸田選手がガード引きましたね。はい、さあ岸田選手は今中入っていきたいですね。で高杉選手はロングステップの形でパス狙ってるんですけど、はい、おもう立ち上がってシングルレッグ起き上がりました、ね、そしてシュート倒す、一気にサイドですね。さあこの体勢のまま戻るか、おさあサイドをキープしたまま試合再開ですね、まあ、得点はスイープの2点だけなんですけど結構かなりいい体勢ですね、まあ、がっつりいい体勢入ってるので、はい、高杉選手はちょっとピンチですね。さあ下の高杉選手、あでも膝入ってガード戻しに行ってます。さあおっと高杉、おっと待った、さらに足を入れてハーフの状態、一気にガード戻しました、ね、はい、あデラヒーバーですね。高杉選手得意な形ですね、デラヒーバーからベリンボロをよく使う、はい、おっとこれ立ち上がるか、おバックも狙える形です。さあ一旦離れる、いやお互いこう隙を見せ、もう隙を見せたらすぐに入るという形です。一気にパス、一気に行きましたね。高杉選手ガードうまいですね、はい、今片襟片袖で、まあ、上半身のサブミッションに行くか、相手が足を出してディフェンスしてきたら、まあ、それをアタックするかという形ですね。なるほど。さあクローズの体勢、足を1本挟んでますね。そうですね、今みたいにクローズド のプレッシャーをかけられると、まあ、そういうリアクションしないといけなくて、はい、高杉選手はその出してきた足に対してデラヒーバー行きたいです。今その形狙ってます、入ってますね。さあデラヒーバー入りました。足を抱えてデラヒーバーの体勢上に崩してますね。さあやや浅いか、一気に崩して、高杉選手はここから左側のアタック、バックテイクが上手い選手です、はい、三角狙ってます、ね、さあこの辺りは、左側かなりうるさい左足。さあデラヒーバーの体勢から一気に回れるか。さあ起き上がってスイープしました、ね、スイープした、はい、さあこれでまたポイントが入りました。同点ですね。岸田選手はまあさっきみたいに起きていく形のスイープが強い選手だと思います。なるほど。で今ワンレッグ X ですごい起きやすい形なので、はい、まあ、高杉選手はまあその形から抜けてパスガードをつなげたいと思いますね。さあ下から抱えて、お横に崩したけど、おうまく抜けてハーフガードの形ですね、はい、すごい岸田選手は中に入るアタックが、下に入っていくアタックが強いので、お、さあ一気のこと起き上がって、さあ試合時間7分のところ3分経過、2対2の同点ですね、まあ、2人ともアグレッシブな、試合ですね、ですね、はい、止まらない試合。さあ今のでペナルティ入るんですね、結構厳しいです、はい、さあ黒い道着は高杉選手、青い道着は岸田選手、さあ引っ込んで一気に十字の体勢、これは入ってるか、入ってますね、入ってるか、結構これは深く入ってますね、入ってるように見えますね。さあ苦しいか、あでもちょっと抜けてきてます、あ抜けました。さあこの抜け際の攻防、まあ、上になると高杉選手のスイープですね。さあ足をさばいて、ちょっとトリッキーな形です ね、 ですね、リバースマウントの形です、ね、多分この今度はバックで一気にバックを狙う高杉選手、さあ足が片方入っている、もう片方が今反対側に見えませんが、今左足だけフック入っている状態です、ね、そうですね、あこれは右足も、右足はまだ左起こして、高杉選手に今もうスイープの2点入ってるみたいです、ね、なるほど。さあポイント差2対4、
さあそして足が入るか。入ってますね。入りました。これでバックマウント、一応手で防いではいますが、これはまだバックの体勢に入っていない。さあこれは腕を引きたいか。さあこれでバックが入った。4ポイント、これは大きい。ということで2対8と一気に突き放したのが高杉選手。いい、ね、さあバックからは今度はオット4の字組みましたね。はい、4の字ロックで固定。難しい形ですね。これはなかなか苦しい体勢か。さあ時間、残り時間まだ2分以上ありますね。お、でも両足抜けた。おっと、一気に岸田選手有利です。ウォーリーを探せるような形で、おすごいですね。お、一気に返した。いや、なかなかすごいところを見せましたね。さあ今度はシングルレッグで潰された。さあ場外なので一旦試合止まりますね。ラスト2分で、6点返さないといけない展開なので、まあ、結構岸田選手なかなか大変ですね。攻めまくるしかないですね。そうですね、割れてますね。メイさんどうですか、こういう、まあ試合、まあ大したポイントついてるとはいえ、まあまだ体力は十分あると思うんですけど、こう追う立場としてはどうですか。そうですね、え、でもあのテイクダウンでお尻ついてポイントとか、そういったところはどんどん狙っていきたいですよね。さあなんとか、お、時計が今止まってるか、止まったままになっちゃってますかね。大丈夫かな。時計が止まっちゃってますね。止まってます。さあもう結構20、30秒入ってるような気がしますが、今のは結構長いんじゃないですか。ね、30秒ぐらい入ってた気がしますが、これはどうなるんでしょうか。これはさあ、まあ、高杉選手は今リードしているので無理に行かずに。そうですね、もう安全運転なのか。さすがに6ポイントなかなか。そうですね、まあ、岸田選手6点ってなると、まあ結構早めに早めにで、ちょっとリスクあってもアタック行った方が良いですね。そうですね、ちょっと考えてるところでしょうかね。さあクローズの体勢からどう動きを見せるのか。まあ、足上に上げていってますね。徐々に上げてますが、まあ、高杉選手はグリップで距離をキープしつつという感じですね、はい。岸田選手はオープンガードに変えてアタックしても良いと思いますね。ちょっとクローズだけだとちょっと難しいかもしれない。変えていきます。おっ、おっとスイープ、お、一気に一気に蹴るか。ま、ちょっと時間が、お、下から三角、お、これは、お、来たぞ。これは三角割と深く入る。結構入ってますね。さあポイントで有利な高杉選手、三角の体勢で今度は足をすくって、さあこれはちょっと後ろに倒れると苦しいか。さあ残り時間は一応、まあもうなんかもう終わってる気もしますが、残り一応表示では20秒、もう終わってると思いますけどね。さあどうなんだ。ちょっと逃げるの難しい形ですね。そうですね、このまま硬直、このまま硬直のまま終わってしまうのか。さあお互いお全力で締めてますね。全力でロック、はい。ということで、2対8ポイント優勢、もう最後も、ね、三角のいい形取りましたが、ポイント優勢勝ちで高杉選手勝利ですね。そうですね、高杉選手が、アンバーのアタックから、はい、まあ、リバースマウントですか、あんま名称がちょっとよく分からないんですけど、はい、お互い背中を向き合うような形でちょっと、岸田選手がミスしてしまった。はい、というわけで、第5試合高杉選手が終始試合を有利に進めたという形ですね。そうですね、岸田選手も4番のスイープすごい良かったです。良かったですね、はい。で、高杉選手が岸田選手に連敗をしてて、これがリベンジマッチ。なるほど。で、それ勝利という形ですね。見事リベンジ成功と。アルバファイト日本ウィンズの高杉会です。今回は、年内、今年岸田選手に2回負けてて、
距離見えてきたので本当に嬉しいです。チケット買っていただいた方と、あとアロマファイトジムホーミーズの練習してくれる仲間、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ですね、なんだか爽やか青年で、はい、いいですね、爽やかですね。まだ若いですね、多分まだ10代ですよね。うん、はい、